女優、綾瀬はるかのモノマネなどで知られるタレントのサラが14日までに自身のインスタグラムを更新。NHK 連続テレビ小説、虎に翼、月曜から土曜午前8時の登場人物のモノマネを披露した。写真、本家の姿と比べて、右の着物姿の女性。 森田美里さんお誕生日おめでとうございますと、13日に28歳のバースデーを迎えた女優の森田美里、美里、お祝福。森田が演じている花江になりきってみせた。3枚投稿し、ハッシュタグ花江ちゃん3連発シャークと怒涛のハッシュタグをつけた。癖が強すぎる、花江の姿に、フォロワーは、似てる、わろた、やばい、本物にしか見えない。 花江ちゃんの表情にそっくり、湯呑みでかいな、と笑った。